オキングです。今日もですね、トロールコースト一発マリオやっていきますか。とかね、いつも元気よく言ってますけど、今ね、朝の9時なんだよね。まあ朝からこんな激ムズトロールをやってね、テンションがちょっとたまにどっか行くかもしんないんですけど、早速やっていきましょう。で、今日のトロールコース、トーデッツトローリートレジャートリップ。このトーデッツって知ってる方いる？知ってたらマジですごいよ。僕 Google で調べたんだよね。そしたらあのトーデッツっていうのはキノピコっていう意味らしいんだよね。なんでこのコースを訳すと、キノピコのお宝がある騙しコースっていうことだと思うんですよね。多分そのお宝、桃の形をしたカツラだよ。それかぶって、本物のピーチ姫を私がよ釣ってるんだよ、きっと。何を言ってるんでしょうかね、私は。さあ始めていきますか。初見殺しはない感じだね。ここのハテナを叩いてみるね。叩きます。そんなこと言ってごめんや。それじゃあ開始早々キノピコに怒られてしまいましたね。ここは下に行くのが正解でしょ。じゃあ下に行ってみます。これどうすればいいの。ここに隠しブロックある。いや違うのか。じゃあこのまま右に行っていい感じでしょ。よし、お宝はそうそう簡単にはくれない模様ですね。じゃあ真ん中はすぐ左行っておける。そしてこいつは一番右まで行って、そういう感じでしょ。上に行くパターンですか。そういうことですか。僕閉じ込められたってですかね。じゃあこの真ん中のドッスンがやられた瞬間すぐ上に行けっていう感じだね。こういう感じでしょ。うわ、ここはどうだろう。キノコ出てくれ。やったー。このキノコを取って左に行けと。なんで？はだ。それじゃあここでキノコ取ったらジャンプしないでこのハリチタイを抜けてよかったんだね。あの火の中にハテナブロックはマジでうますぎ。それじゃあここで、あ、トゥルルル取れたね。トゥルルル取れて左に行く感じでしょ。キノピオ見えるでしょ。なんで行かないの。たまに罠引っかかった時連れて行かれるじゃん。それじゃあここはキノピコが男になった瞬間すぐ左に行ってジャンプ。そういう感じだね。パンが降ってきました。これ上に行くんじゃないの。上に行きます。いらんね。じゃあここは USA キノコが出ると思うんだけど、消えるからね、パウで一旦消しておこう。これでトゥルルテッテテが取れる感じだね。そしてまた男になりましょう。で、次はクリも踏んでいこっか。上で行きます。こういう感じでしょ。そして右入る。あれ、はい。B 踏んでみる。うわ、矢印下って書いてるな。あそこにドアがあるのか。あっつ。それじゃあここはクリームを踏んで靴履いてドアに入る。これが合ってるでしょ。よしよしよし。ここでハテナ叩きます。そしてすぐ右。うわ、怖いんか。じゃあカロンの甲羅を履いてどこ行くの。いや、まだ大丈夫。左に新しいのが出てきたからね。で、このカロンを履いて右に蹴ってブロックを壊す。そしてクモ、クモ。キントウ。それじゃあここはブロックを壊して右からクモに乗っておくっていう感じだね。この隠しブロック出しておく。そこで恥ずかしめにあってろ。それじゃあ次に行きますか。これ右ダッシュ、右ダッシュでいいよ。あぶって、自分から罠に引っかかりに行くところだったね。え、これはオンオフでいいのかな。オンオフして上を失敗しておくね。上を失敗。なんもね。じゃあここはオンオフをしてすぐ右に逃げる。そういう感じで合ってたね。で、上のこのリンクを取る感じか。また断層だね。よろしく。そしてここで、あ、待って。いや、危ねえね。あれに乗ってここで爆弾を出しておけっていう感じから。出してよ、リンクじゃなくてもさ。リンクポケットにしまい込んでんでしょ。ここで爆弾を出して右のブロックを壊す感じだね。もう一回ぐらい出しておく。もう一回ぐらい出しておいて下のブロック壊れるんじゃないの。いや、意味ないか。じゃあこのままもう右に渡っていく感じだね。で、リンクを捨てて上に上がっていく感じか。なるほど。ここで、あれ、どかに入れんぞ。あれ、これ右壊れるパターンかな。上から来んのかーい。それじゃあここは上のボム兵が出てくるまで待っておけばいいっていう感じでしょ。あれ、出てこんくない。あ、この状態にしておかなきゃボム兵が出てこないんだね。さあ爆発しなさい。ざまねえな、ボム兵。ここは嘘、違うの。ヒントって書いてるね。この USA があったところだよね。一旦ここで叩くでしょ。で、あ、リンクになって左に戻ってこのブロック
を叩けっていう感じかな。っていうかさ、ここ中間ポイント1取るまでめちゃくちゃ長くない？じゃあここでトゥルルテッテって取ったらここでトゥルルルー擬音ばっかりで、ここで爆弾で壊して、なるほど、そんなところに扉があんのか、わかんないって。さあ次はまだチェックポイントないのこれはひどいでしょ。もうすぐ右に行って当てたブロックを叩く、そういう感じでしょ。来ました、キノコをゲット。キノコがキノコをゲットしました。さあここでオンオフが変わるでしょ。なんで下に行く、そういう感じ、合ってるでしょ。左上にボムが来た。あれ、キノコを取ってない状態でオンオフを変えろっていう感じかな。この針に当たってオンオフをする感じじゃないから、そういう感じでどうなる。なるほど、そこでボム兵を壊してくれんのか。さあ次に進みましょう。そろそろチェックポイントあるんじゃないかな。あるね。ここでパワーブロックを壊してすぐ右に走っていくね。今回なんかまずい気がする。頼め、取らして。なんなんだ怒りたいのはこっちなんだよ。なんだその顔。それじゃあ次はあの怒りの太陽に気をつけるよ。さあ出てきて、あぶねやった、中間ポイント取れました。ここでキノコになって次に進みましょう。もうキノコになってるんだけどね。さあここはカロンの甲羅を履いて、ここ右が正解なんじゃないの。そんな感じしない、頼む。なんかあって、ほらほらほら、こっちが正解。え、あ、大丈夫、よかったで、下に、あれ、これ下に行けよね。なんでもう上に行くしかない感じ。あふん、ここはもうすぐ左に行けっていう感じだね。そんでここはヒップドロップします。こううまい合ってた合ってた。でここもきっとヒップドロップで倒す、そういう感じでしょ。で右に行こう。でここ上に土管があるんじゃないの嘘でしょ、カロンの甲羅を履いてきたらダメなのか。ただちょっと気になることがあるんだよね。この土管たち入れないのかな。あ、入れないっぽい。あ、じゃあここはヒップドロップで一旦このパックを倒して、で脱ぎ捨てて右に行く感じでしょ。それで進めるっていう感じだね。さあ進みましょう、どんどんお宝を探しに。あ、ほら、ほら、え、これ取れる。だから手伸ばせっていつも言ってるけど、パウブロックだったら取れるじゃんか、それ。じゃあここは何もしない、何もしないでキノコを待っておきます。いや絶対当たってるよね今ので。ここはコインだったっけ。なんもない感じだね。じゃあこのまま進みます。そしてオープンでビヨーン、おっと危ない引っかかるところでした、ギリギリで。ここは引っかからないね。オフしたらなんか来ると思うんだよな。オンしてすぐ左に逃げる。お前が来んの。いや大丈夫だよね、これまだ引っかかってないよね。でここでボムを発動させて、なるほど、 USA が取れる感じで。そして次に進みましょう。結構順調だね今回。ここは中間ポイント2話っていうか結構長く、待って、抜きたくっそ魚今の魚はなかなかやるじゃねえか。これどういう死に耐久ですかね。あ、分かった、ここさ左に滑って針に当たれっていう感じだと思うんだよね。これ地味に難しいよ。ちょっと待ってね、こう、いや来た来た来たよかったそれじゃあね、ここの土管入ったら魚にライディングしたらダメなんだよね。なんですぐ右に行って逃げる、そういう感じだね。そしてここはピーを踏んだ瞬間すぐ右にダッシュ、何魚の大量大発生入れ食いだぜテレ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 ここピースイッチを踏んでしゃがんでいけっていう感じかな。こういう感じ、よっしゃそのまんまスーパーちゃんよし大丈夫、これ行き過ぎだけど大丈夫。オッケー、またトゥルルテッテッテ、第2弾が取れました。ちょっと噛みそうになりましたけど、ここで鉄球が壊してくれる感じか。今ギリギリだったね、挟まってたんでしょきっと。でこのまま上に行って右に行く感じ。そしてここどうするんだろうね、下に降りていいのかな。これ降りるよ、降りてすぐジャンプします、ゴー。どうなる、どうなってじゃねえかあ、なんかヒントって書いてた。うわ、ちょっと今見るの遅れたな。それじゃあ今ねヒント見てきたんだけど、この土管に入ってすぐジャンプしたらなんか変わるみたいなんだね。ここ、うわ、ほらほら、なんか変わったでしょ。
これで次に進めるルートがなんかあるんじゃないかな。まあ普通通り行ってみるけど、あ、これで合ってんじゃないの。うわ、絶対違うやつじゃねえかこれ。うわ、死に耐久だな。なるほど、あの浮き輪みたいなあのビームっていうのかな、これをどんどんこっち側に持ってこいっていう感じか。っていうことは3回、いやこれ一旦脱ぎ捨てた方がいいんじゃないのこの甲羅で。そしたらさ、1回当たるのが少なくて済むよね、こういう感じ。さあ、うわこれ難しいぞ。テレサが出てきた、ありがてえけど、お前なんかに頼らねえよテレサ。ここはしっかりちゃんとこの死に耐久を攻略して見せてみたいと思います。でここで当たる、うわこれ難しいな。せめて1回は当たりたいよね。1回当たったらさ、もうテレサ1回当たっていい。ちょっと待ってね、ここ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 さあ。なかなかこっちに来ないんだよな。ビームが直線だったらいいんだけど、直線じゃないからね、結構ね難しいんだよね、壁に当たっちゃうんだよね。よっしゃ来た。あと1回、テレサになんか頼りません。ちゃんとこの死に耐久攻略してみせたいと思います。女同士の戦いだからね。さあやった。これ地味でぶつっけ。それじゃあここは何もしないで降りてみるね。何もしないで降りて、多分この状態で右下に行けばいいと思うんだよね。あ、なるほど、それで次のルートが開けてんのか。さてここは右ダッシュ頼む。砲台が出てくるとか聞いてないよ。それじゃあ何もしなくてよかったと思うんですよね。ここで砲台が上来る、ナイス。え、マジで中間ポイント2がなかなか取れないんだよね。これ踏む以外なくない。ナイス。いやナイスじゃねえよ。じゃあここはイカが倒されるより早く踏んで上に行けっていう感じだね。オッケーオッケー。え、マジで中間2がないんだけど、大丈夫。魚。じゃあここは一旦リフトに乗って上に逃げる、これでいいんじゃないのかな。そしたら魚踏んできたよね。でこのまま下に降りればあの魚を回避できる、そういう感じだね。いやここシーソーになんかなんかされそうだな。いや大丈夫。おっと、嘘、動けねえ。マジかよ、これは死に耐久っていうよりもあの死に劇場っていうのから、キラキテイエーイ。え、ここどうやって避ければよかったんだろうね。一旦さ、このままジャンプ連打していってみるね。このシーソー乗ってすぐジャンプ、オッケー。そしてここは左に行かなきゃまずいよね、まあ、こっちしかないとは思うんですよね。でキノコを取ると見せかけるじゃん。こっち怪しくない、多分こっちが正解。ねえ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 。いやここでは合ってたんだ、そのままジャンプしなかったら大丈夫、そういう感じだ。そしてぶっ壊して扉の先に進みましょう。さあなんか難しそうだね、ここ。このままジャンプして、嘘。これはひどくないですか。しゃがみジャンプじゃない状態でジャンプしてみようか。あ、それでよかったんだ。そしてこのまま普通にジャンプし続けていく、なんで違うの。だから最初はしゃがみジャンプじゃない、そして2回目もしゃがみジャンプじゃない。あ、そしてしゃがめばいいのね。で右に行ける、あ、そういう感じだったのか。さあここで指を飛ばしていいんでしょうか。この通り飛ばしていきますよ。飛ばしてすぐ左に逃げる、こういう感じでしょ。あれ、なんもなんないね。もう一回してみていい。あれ、なんもならんくない。ほら、なんか上にガリガリがあるんだけど、あのガリガリからなんか落ちてくるみたいな感じ。なんか全部壊してみよっか一旦。なんでなんもなんないの。じゃあ上にガリガリが見える状態で指を放つ、これで合ってるんじゃないの。うわ、違うのかな。あ、なんかだった、熱い。これが正解なのか。多分 P スイッチを当てる場所が違ったんだろうね。さあここは取ります、取ってすぐ入る、違ったら。いや大丈夫、オッケーオッケー、これは合ってたんじゃないの。でこのまま扉入ったら次に進める感じか。なんなんだ、ここはちょっと下に降りるのが怖いけど、このまま下に降りるしかないんで、このままドカン入っていきます。これで合ってるでしょうきっと。ここで中間ポイント2回、やっと。長くない、めちゃくちゃ長いよね今日のトロールコース。ノー CP2、 あ、ゴールやんか、ありがてえ。あれ、ゴールできんやん、どうすればいいのよここ。これ一旦戻るしかないよね。やられるか、それとも
いや、やられたらこれゴールできるかな。いや、そんなことはしません。僕はこの扉に入っていきます。どうなるんでしょう。もう一回もマジで嫌だ。あ、チェックポイント1が嫌だ。ここで一旦やられよう。ここで一旦やられたらさ、青ブロックがなくなるっていう感じじゃないかな。ゴール前にさ、ノーチェックポイント2って書いてたじゃん。だからね、チェックポイント2を取らなければゴールできるんじゃないかなって思うんですよね。なんでこのチェックポイント2をね、取らなければあのオンオフが変わらないと思うんだよな。そういうことでしょ。頼む、やったこれで多分ゴールできると思うんだよね。ほら、青が消えてるでしょ。もうすぐゴールするね。すぐ右に走っていきます。なんなんだあの魚は。どうもありがとうございました。はい、それじゃあ次のコースは一発マリオ。なんと今日はですね、いつもお世話になってる一発マリオ制作者天空をストーカーしてきました。そしたらね、こんな珍しいコースがあったんですよ。ちょっとなんて読むかわかんないんだけど、心臓 B って読むのかな。ただサムネを見る限りじゃ何もないんだよね。説明文にファインドって書いてるでしょ。ゴールを見つけれっていうことなんじゃないかなって思って、でベストタイムがね 9.8 秒かなんかだったんだよね。なんでちょっと思ったことがあるんだよね。ゴールポールがさ、壁の方にどんどん寄ってくるみたいなそんな今まで聞いたことないけど、なんでこの辺でジャンプしておけば、え、ブロッカーが出てくんの。え、なんか隠しブロック、なるほど、リンクが出てきて、このリンクを取ってゴールしろみたいな感じかな。いや、それでも意味わかんないよね。そして今やられたけど、ここなんか出てこなかった。花、もういいんだって出番は。でかいのも出てくんだ。じゃあリンクを取って壁に突き刺してみようか。それで行ってみよう。こっから走る、こういう感じで。うわ、ダメじゃねえか。え、これどうやってゴールすんの。あ、なんか出てきたよ、こっから。いや、これなんか絶対ヒントになってると思う。じゃあ他にも隠しブロックないか見てみるね。多分ね、あのツタだけだったらゴールできないと思うんだよね。なんで一旦ツタ出しておきます。そして左の方に走ってみる、なんか出てくるか。お前はいられんだって。ここら辺からダッシュしていく。うわ、なんもないのか。この間怪しくない。ね、このトライフォースの中身多分ね、この辺だったと思うんだよね。ここ、なるほど、これでゴールできるんじゃないの。頼む。分かった、多分ね、ツタ出してデカキのことって、ツタに捕まればゴールできるんじゃないのかな。それで行ってみよう。まずここでリンク出します。そしてここでツタを出します。ここでキノコ出します。邪魔すんじゃねえ。気づいたことがあるんですよ。ここで一旦ツタ出すでしょ、そこで破壊するじゃん。そしてツタに捕まった状態で、わかる。今ミスってしまいましたけど、ツタに捕まった状態だったら多分ね、もう右向いたまんまゴールできる、そういう感じじゃないから。なんで一旦ここでツタ出します。そして破壊してキノコを出した瞬間右向いておく、これでゴール。やった。どうもありがとうございました。この動画が良ければグッドボタン、そしてリオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。